社長になってはいけない人。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。中小企業では現社長の子息を後継社長にするのが慣例です。ですが、子息であれば社長としての能力や人間力があるのかといえば、ノーです。そこで今回は社長になってはいけない人を分かりやすく解説します。現役を引退したアスリートが指導者や監督になる場合があります。プロ野球界では長嶋茂雄さんのように、現役を引退した翌年から監督をする人もいます。しかし、2021年から巨人のコーチに就任した久保田真澄さんのように、現役を引退して15年も経ってからコーチになる人もいるわけです。両極端ですが、どちらがいい悪いではありません。ただし、監督になってもいい人となってはいけない人がいることだけは確かです。名選手、名監督にあらずという言葉があるように、現役時代は素晴らしい成績を残した選手でも、いざ監督に就任すると結果を残せないということは日常茶飯事です。理由は簡単で、選手に求められる能力と監督に求められる能力が全く違うからです。これはあらゆる業界で起こります。私は若い頃、プロミュージシャンを目指して上京しました。そして、武蔵野音楽学院というジャズスクールで学びました。講師は日本のトップミュージシャンたちが大半でしたが、中には無名の講師もいるわけです。若気の至りなんですが、やはり有名ミュージシャンに習いたいというのが本音です。ところが、よく考えてみれば、彼らは人前で演奏するのは超一流でも、人に教えるのは超一流とは限りません。ここを履き違えると有名ミュージシャンに習っても全く上達できないということになります。このジャズスクールの中で吉田先生というジャズギターの講師がいました。全くの無名の人です。ところが教えることに関しては超一流なんです。有名ミュージシャンとは真逆です。ライブ活動もさして行っていませんし、ただひたすらプロを目指しているギタリストたちの教える、まあ、これを本業にしているわけです。まあ、このように教えることに特化したミュージシャンもいます。これは会社も同じです。現場の実務は抜群でもマネジメントが全くできないという人はいます。例えば営業をやらせればトップセールスとして君臨しています。ところが営業部長に就任した途端に制裁を欠く。理由は営業はできますが部下のマネジメントができない。これが原因です。よく考えればわかりますが、新規見込み客を見つけたり、商談をしたり、クロージングをしたりすることと、部下の営業成績が伸びるようにマネジメントや教育するのは全く別次元の話です。またこんな事例もあります。社長が後継者に指名しようとして教育してきた右腕がいます。当然この右腕が次期社長ということになるわけですが、うまくいくかといえばそうではありません。ナンバー2とトップでは必要な資質、そして能力が全く違うからです。そもそも責任の重さが違います。菅総理大臣は官房長官はできるが、総理大臣はできないとマスコミで叩かれていますが、これと同じ構図です。官房長官の延長線上に総理大臣があるわけではありません。副社長の延長線上に社長があるわけではないんです。全く違う次元の仕事だということを認識してください。そして後継者選びは慎重に行ってください。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。